皆さんどうもピーマンです。今回は4月の25日中日戦を実況していきますよ。男木黒田ここ4試合投げて、0勝2敗防御率は 2.81 となってます。リーグ8位ですね。この防御率でまだ一度も勝てていない。年間ヒストリーで投げた試合の成績を見ていくと、開幕戦、まず3月28日巨人戦は6回3分の2を投げて2失点、これで勝ち負けつかず。でお次4月4日ヤクルト戦7回3失点でこれも勝ち負けつかず。でお次4月の11日中日戦6回投げて1失点、これで負け投手で、前回6回投げて2失点、これで負け投手。何ですかねこれ、おかしくないですかね。で4試合連続開幕からずっと QS を達成してきているのにもかかわらず、なんで一度も勝ててない上に2回負けてんだ。文句しか出てこねえよ、ふざけんじゃねえよ。なんだこれ、横浜はものすごく投手に対して愛がないね、愛がない。こんな FA 獲得したらみんなすぐ出ていくわ。よく番長三浦ずっと残ってたなと思うよ。番長三浦を尊敬したいと思います。素晴らしいですね。男気も来るとこ間違えましたね。こんなチームをリーグ優勝させても何の意味もないということを気がついた。そもそもリーグ優勝間違いなくできないですね。現在はリーグ5位でございます。その差2ゲームなんで、まあまあシーズン始まったばっかですから何とも言いませんけどね。今回こそは今季初勝利を挙げていきたいと思いますのでね。もうさすがに、あまりにもひどい。援護をください。お願いします。吉見中日のエースとの投げ合いですけど、関係ないですから、男気は。いやもう、エースとの相手チームとの戦いじゃないからね、ここまで来たら。もう、味方陣との戦いになるから。本当にすぐ出ようかなと思う。FA 獲得したらね。もうそもそもここに来ないようにしたいと思います。次から。次からここに選手を送らないようにしようと思ってますよ。まあ、来ちゃったもんは仕方がないので、男気の力で横浜をリーグ優勝に、このタイトルでやってますからね。今季5試合目の登板で、とりあえず今季1勝目。貯金を作れるピッチャーにならないのね。絶対嫌でしょ。この防御率で負け越してる方が不思議でたまらないんだよ。無敗ってな、無勝ってなんだよ。意味がわからないんだよ。勝ててないんだよ。さて、来ましたよ。男気かっこいいじゃないか。しかし、数字は悲しいことになってるね。あくまでも数字ですから。気にしないでくれ。さて、先頭バッター、遠藤だ。行こう、初球だ。とりあえずもう今日は行ってもやらないわ。ただ、4試合連続で QS の方は達成してきてますが、HQS っていうのはまだ一度もないからね。7回を2失点以内で抑えること。それはないですから、またエースとして、やっぱそれって絶対達成していかないとダメな、ね、HQS だと思うんで、今日はちょっと7回 HQS を狙っていこうかなと思いますよ。よろしく。さて、先頭バッターに4球。次で決める。5球目。はい、カーブで三振ありがとうございます。まずは先頭バッター三振ですね。カーラさん、さて大島だ。ちょっと男気物語でよくこの選手に打たれてるイメージなんだよな。シーズン1でもね、実況してたんですが、この選手よく打たれてたな。対打率は3割超えてるんじゃないかな。対被打率ね。さて、ボール、ボールじゃない、ストライクだ。ズドン、ど真ん中失投。この打球は石川、なんちゅう球、あの追い方して、なんでそもそも石川が、なんでそもそも石川がライト守ってんの？ねえ、は？いろいろと突っ込みどころ満載。何あの守備、あの守備、ふざけんじゃねえ。そしてなぜ石川がライト守ってんだ？石川ってライト守れる適性あんの？あるから守ってるんだよね。守れるけどこれ守備能力低いだろう。ほんでセカンドに梶谷が入ってる。逆だろ、どう考えても。石川をセカンドにしろよ。なんじゃこのチームの起用法、負けて当然だわ。こんなもん勝つ気ねえだろ中畑。てめえふざけんじゃねえぞ。黒田のこと批判しやがってね。黒田は初戦10勝10敗の投手だっていうことを黒田は言ったんですよ、シーズン中にね。本当に言ったからね。それを実現さそうとするんじゃねえよ。やらしいぞ、ひどいね。こんな起用法してたらそれはね、前半戦首位でねターンして負けるわ。後半戦ドベになるわ。納得だわ。ドベになるべくしてなったんだよ横浜は。非常に怒りを覚えますね、あの守備のセンスのなさ。小学2年生の子を置いた方がまだ取れると思うわ。さてピンチ、ここで和田さん、男気 VS ハゲ行こう。まあ黒田も若干ハゲかけてはいるんですけどね。ただ若干ですからね、全ハゲではないですから。100のハゲですから、相手は100ハゲね。よし、どれ投げる。インローバッターなのか。インこの打球は、この打球は、はい、打たれた。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いきなり先制タイムリーですね。ダメだ。ローボールヒッターですから。低め投げたのが失敗だったね。低めと執拗についていったのが失敗だった。ダメだ。
でも大丈夫、次抑えるから、もう1点もやらない。1回から球数20球、前回と同じ登板内容だね。流した打球はアイサード真正面。いやーちょっと俺は勝を入れたいよ。大島のあの打球ね、波のライトなら誰でも取れそうだけどね、野球始めたての人間でも取れるんじゃないかな。援護あるか、援護あるか、頼む筒子。打てない4番はいらない4番なんだよ。筒子が打ってるとこまるで見たことねえや。いつ打ってんの教えてよ筒子。君がいつ打ったんだ、君の打ってるとこ見たことねえぞ。本当腹立つね、打たない4番はいらない4番だって何回言わせんだよ。よし、2回の表、もうここか、立ち直る。1回から失点、ちょっと失投が多いからね。この打球は強烈だが取れないのかい。なんかひどすぎない？今のも普通に取れると思うけどな、落下地点行ってたろ今。ちょっとひどいね外野陣、こんな野球やらす環境じゃねえじゃん。野球やる環境じゃないよ。ファールかい、ロペス取ってない。非常に怒りを覚えますよ。流した打球はヒット、ありがとうございます。梶谷はどこ守ってたんだ今。はぁ、ダメだ、抑えられない。ノーアウトランナー一塁三塁、ここでピッチャースクイズもあるんじゃないかな。よし、とりあえずピッチャーですから1点もやらない。なんで中間守備になってんの、前進守備じゃないの普通は。流した打球はファール。ここは中間守備ですね、まあ、補給してからどこに送球するのか一瞬の判断が難しいところですね。おっと、詰まった打球はロペス、ロペスも取れない。ロペスなんで取れないの、なんでボールなの。本拠地ですよ、ちょっとこっちに有利な判定するのがあれなんじゃないの。なんで相手有利な判定してんの、意味がわからないんですけど。さて三振だが、まだピンチは続いている。お投げて投げて投げて、なんで俺そっち投げたんだろう、バカだね本当に。ホーム行ってたの、なんでホーム投げなかったんだろう、バカだねバカだね。ほらもう荒ぶってる、男気荒ぶってる、さあ荒ぶるわ。2点目、全くもうここでボンミスをやるんだから俺はひどいわ。2失点、これ今日も勝てないね確実に。どれでいく、よし三振、皆さんありがとうございます。はあ、これもなてだね、クソみたいな失点方法でございましたが、援護はあるか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 、かもないね。ありがとうございます、ありがとうございます。打たないキャッチャーありがとうございます。君に関してはもう感謝しかしてないですね。感謝状を送ってあげたいと思います。宮山さん、早い段階感謝状しか出てこないわけですが、ピッチャーとしては今どんな心境なんでしょうか。そうですね、もうこれ以上点をやらないようにということで、3回表球数少なく抑えたいもんだけどね。今日の球数スタミナを考えれば7回投げきれないんじゃないかな。エースですからやっぱ6回に降りるようじゃダメだと思うんだよね。最悪7回投げきるという面構え、心構えでやっていかないとね。強い打球は真正面、よし、先頭バッタールナを抑えましたよ。めっちゃ強い打球打たれたけどね。で平田、まあ、ここはさっき打たれたカーブの使い方には注意したいですね。スプリットボール全然振ってこねえな。初球から投げるべきじゃねえか、勝負どころで使うべきだな。この打球は強烈、追いつかないね。はい、左中間ツーベースヒットだ。またも平田を打たれたよ。高めスライダー、決して甘いとは思わないんだけどね。甘い球じゃないのを打てるメジャー行けよ、メジャー行ってこい。さて先ほどはこのハゲに打たれたよね。はあ、ローボールヒッターだったんですが、ちょっと低めを攻めすぎたね。高め勝負に出ないと。よし、これ甘く入れば一発もある。よし、一球外してスプリットボールから振ってこない。カーブ、流した打球は落ちる、ありがとうライト前ヒット。これも打たれる、もうコースは完璧についてるだろう。ギリギリのとこなんで紙一重でずっと打ってくるんだよ。もうメジャーじゃねえかお前。僕はメジャーですかね、化け物じみたミート力の選手ばっかなんだけど。これはアイフェンス直撃、ありがとうございます。今季3失点目ね。死ね、クソつまらん。
おうわーし、やってきた。すごく天気が悪いけどまたも男気、天気悪いっていうね。男気投げる試合なんか毎回天気悪い気がする。気のせいかな。よし行こう。今季初勝利をかけた今季5試合目の登板だ。もう勝つよ。もうね、もうさすがに勝てない男気を俺は見たくはない。初球スプリットボール、変動だ。とにかくね、おとぐいがここまで QS をね、4試合連続で達成してきている。開幕からずっとね。ただ HQS はまだ一度もないんだよね。7回投げて2失点以内、これはないからね。やっぱエースとして、おとぎとして、それを達成していかないとダメなんじゃないかなと思ってますから、今日達成したいと思います。今季初 HQS もね。よし、まず先頭バッターを、セカンドが前に来る。エイワウト、セカンド梶谷なのか。え、ライト石川守ってんの？逆だろう。中畑逆じゃない？梶谷ライト守らして、普通石川をセカンドでしょ。おかしな起用法ですけどね。これがピッチと出るか京都出るかですよ。いい起用法になればいいと思いますがね。よっしゃ、球数テンポよく抑えてきてる。1人3球ここまで。ルナ、ミート力のある選手、アベレージヒッターがついてますからね。手回りが迂闊に攻めない。息外そう。外すら逃げますよ。逃げますとも。外に逃げていくね。で落とすスプリットボール。はいや、ちょっと落ちが早すぎた。どれ投げる、どれを選択する。ツーシームでいいか。インコースえぐるよ。いい、はい、ズド。うわー、これも見てくる。カーブボール、これ見るのないだろう。あー、ダメだ、カーブボール外れた。最悪、いきなりフォアボールからの4番平田クワガタ。平田見てくるね。おっと、ど真ん中、ちょっと危ない。そうですね、流した打球は石川、どうだ。真正面、危ない。石川いらしそうで怖いんだよな。ライト適正そもそも持ってんのか石川は。そこが不安で仕方ないんだけど、とりあえず1回0で抑えました。フォアボールありましたけどね。お、いいぞ、いいぞ、援護あるか。よし、ナイス、1点入った。もう今日確、2点目ありがとう。勝利確実と言ってもいい。ナイス、まだあるよ。荒波、はい、3点目ありがとう。もう今日は確実です。今日は勝つ。1回からこれだけの援護をくれたんだから、横浜という球団に感謝しようよ。愛がないとか言ってごめんね。愛ありまくりですわ。よっしゃ、期待に応えよう。今季1勝目、ようやく上げれそうだね。4月 無勝利のまま終わるのは嫌だからね。しゃ、ここで男気 VS 和田さん、ハゲですよ、ハゲ。若干ハゲかけてる人とハゲた人の戦いだ。スライダー、はい、三振ありがとうございます。美濃さんですね。外すら完璧に決まった。外角インコース、外角インコースじゃない、外角完璧なとこ。さて森野、なんだかんだ言ってやっぱ中日は怖いね。ベテラン陣が多いから、打てるベテランが多い。インコース決めてきた。特殊能力も盛りだくさんっていうのが多いからね。変化球外れました。ストライクでもいいんじゃない。ホーム球場だしね、一応本拠地だし、ちょっと有利な判定してくれてもいいと思うけどね。強い打球は梶谷の真正面、ありがとうございます。ちょっと後ろで守ってたからよかったね。定位置ならば今の取れてないな。昨日のゲームでバットでチームに貢献しています。バットでチームに貢献、当たり前だろ、打者なんだから
他に何が貢献あんだよ。守備で貢献か。改めてお聞きします。バッターボックスの荒木、どういうバッターなんでしょうか。この打球は逆方向へのクリーンヒットで、最後外から入る、このボールツーシーム、流した打球は、あい、梶谷にとってアウト。理想な形で2回抑えることができたね。打たせて取る、最高だ。美濃さんもありましたしね。さて2回の裏の攻撃、あー、黒田打撃ね。オッケーオッケーオッケー、来ました。1打席目、今季初ヒットまだ打ってないからね、男気二刀流としても頑張っていかないと。何このミートのちっちゃさ、みんな見えてるね、メガネかけてる人は見えないんじゃないかな、このミート。俺も若干見えかけてないわひどいねこれ、こんなんでどう打て言うね。最上級にちっちゃすぎるだろお前。これ黒田割り箸持ってんのかね。え、違う、バット持ってるよね。太くて重たいバットを持ってますよね。何このミート、ひどいね。よしボール、いやこれで打ちますよヒット。これで吉見打たれたら恥だね。ピッチャーやめた方がいいよもう。はい、来た、今季初ヒット来るか。はぁー、このミートで打てましたよ、今季初ヒット。なんで今まで打てなかったのか意味不明だわ。これで打てて今まで打てない、なんでよっしゃ、ほんでそこから頼む。黒田は返すんだ、黒田は返すんだ、黒田は返す。お、盗塁か。黒田はアウトになってるね。あー、1点入らない。よっしゃ、3回のマウンド行こう。ふぅー、ヒットも出て援護もありの最高の1日となりそうだね。ただまだ油断しちゃダメだからね。まだ打者1巡目ですから、2巡目からが怖くなる。荒れないようにね、フォアボールも少なくして自らピンチを作らない。下位打線だ、ここはポンポンポロンポンポンとリズムによってポンポンと行こうよ。おう、ズラじゃない、勝田を抑える。落とそうか、落とします。はい、三振ありがとうございます。打つ気ゼロ吉見くん来たよ。次はピッチャーの打順ですが、先発の吉見がバッターボックスです。ここもピッチャーですから3球勝負でいいでしょう。長打もなければヒットもないですからね。打たれるということは想像できない。はい、スライダー、スライダー横曲げます。手品じゃないよ、種も仕掛けもないよ。はい、この打球はショート取って、はい、2アウト、2アウト、次行こう、次行こう。3回もあと1人、うー、イエーイ。さて行こう、エンド、バッター、エンド、先ほどの打席、ここから入ってくる、通信、えい、すごいだろ、びっくりしたろ、これが男気なんですよ。すごい球が決まった。おっと、この打球は強烈、うわー、梶谷取れないのか。なあ、今の波のセカンドなら取れてると思う。だから守備能力ね、梶谷守備適性ないんだよ、そこ。そこで使ったのが穴となった起用法になったね。おっ、はっ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 、フェンス直撃、早く取って、早く、タイムリー、やかん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 。うそー、大島にタイムリーではないわ、長打か。うそ、ここ出るな、もう終わりじゃん。得点圏打率4割どうやって抑えんの。え、2アウトからいきなりピンチになったんですけど、悪夢、悪夢だこれは。夢だ、夢なら覚めろ。嘘ですやん、危ない、カブ、おい、決まるやろ、絶対振るやろ今の。流した打球は真正面、ありがとうロペス。3回突如悪夢再びという感じで、2アウトからの謎の謎の出塁ヒット、大島に長打というね。危なかった、あとちょっとでホームランだったよ今の。しゃ、なんとか3回の表も抑えたったわ。怖いイニングになったよ、よく抑えられたな。得点圏打率4割4分5、もう約5割のやつをね、2回に1回打ってる計算のやつをよく抑えられたよ。行こう行こう、油断せずね、厳しいとこついていけば打たれることっていうのはないと思うから。先ほどの打席は大丈夫、平田。うわー、決まってないのかい、ボール先行だ。いきなりフォアボールはあかん。流した打球は、今日はセカンドゴロが多いね。流す打球が多いわ、外をうまく打たせてる証拠だね。ただ強い打球も出てるから気をつけないとね。しゃ、はい、来ました。若干ハゲかけてる人とハゲ、髪をかけた戦いですよ。まあ髪をかける、かける髪もないんですけどね、和田さんに。まあハゲと若干ハゲなら絶対若干ハゲの方が強いからね、世間的にも立場的にも社会的にもね。ハゲは悪だ、悪だからハゲなんだ、ハゲだから悪なのかよくわからない。はい、三振、グッバイ。ミノさんハゲ、帰れ、ミノさんハゲだ。よし行こう、2アウト。先ほどはこれ2アウトからの
突如乱れたっていう感じ。正直梶谷が取れる打球ではあると思うけどね、十分。おっと、この強い打球は、ここもヒット。トゥーシームが結局いい球いかずに打たれてるっていうケース多いね。あのトゥーシームをまともに投げれたらこんなに打たれることはないと思うんだが、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。それがなかなか決まらないから苦労してるんだけどね。よし、打たした。おっと、内川なんか危ない動きしないで。なんでくるりと回った。カメラを意識してるね、あの人。あの子カメラ意識してる。さて、2打席目来ましたよ。本日は今季初安打を打つことができたからね。2本目マルチヒットと行こうよ。こんなミートでよく打てたの、どうやって打ったか分かんねえよ、これ。針の穴も通さない。針の糸もね。おっと、糸通せないわ、完全に。これ時間かかるパターンだね。これおばあちゃんにつけてって頼まれるやつだ。よくね、僕も頼まれましたよ、孫の僕がね。おばあちゃん見えないから、これ。うわ、これストライクかい。そんなの、おばあちゃんもびっくり。押しボール。うわ、今のストライクじゃないと思うかな。おお、カット、いいね。球数を稼ぐのもまたこれ仕事ですからね、打者の。よし、来た。この打球は投手への内野安打になるか。どうだ。うわ、惜しいな。抜けててもおかしくない打球だが、マルチヒットとはならなかった。抜けててもおかしくないよ、今のは。さて、5回の表来るかな。よし、今季初勝利をかけたマウンドになります。この回を抑えれば勝利投手の権利を得ることができるからね。慌てずゆっくり淡々といきましょう。慌てちゃダメだし、ゆっくりして淡々と、なお淡々と。淡々ってなんだ。淡々という擬音は一体何だろうね。何を示しているんでしょうか。よし、中心でタイミング外して、でまたも緩い球、カーブ、えい、三振。打つ気のないキャッチャー帰れ。ありがとう、ありがとう。3球クッキングだ。さて、吉見ね、この打球は初球打って、はい、グリエルよく取ってくれました。はい、2アウト、2アウト、次こ次簡単に抑えた。これさっきのパターンと全く同じだね。ほんでこの後こ遠藤に打たれて、大島に打たれてっていうパターンだからね。よし、ここ怖いよ。これは前と同じパターンにならないようね。悪夢再来とならないように。結果的にルナを抑えられたら次を抑えられる自信ねえぞ俺。今季初勝利は完封勝利っていうのもあるけどね、スタミナ球数を考えれば十分にいけるでしょう。うーん、最後落とす。はい、うわっ、今日一番のスプリットボールが決まったけどね。よっしゃー、スライダーで三振ですよ。今のボール球だね。ボールからボールのスライダーを打たした最高のピッチング。さて、これで勝利投手の権利を得ることができました。まだ援護来るか、まだ援護来るか、どうだどうだ。なんでここで併殺打を打つんだ。6回のマウンド、緊張感ピリピリですけどね。今日の投球内容はこんな感じだ。ストレートを全く投げてないね。ちょっと後半戦はトゥーシームを対応していくよりかストレートを投げていくっていうのもいいかもしれないね。前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは毎回ストライクから入っていくから、ボール球で入っていく意識を持っていかないとね。ちょっとまずい。2番の大島にヒット。このね、黒田の男気物語ではよく大島に打たれるんだよ。シーズン1でもそうだったんだよね。抑えた方が珍しいくらい大島に打たれるよ。対打率5割超えててもおかしくないからね。さて、ここは盗塁を警戒していかないとダメだからな。さあ、バッテリーどう組み立ててくるのか。来ないか。もう一球牽制、もういいな。ほい、うわ、決まらない。嘘だろ、得点圏か。もう一回牽制、しつこくいく。ブーイングかも、ブーイングしてもいいよ。この打球は強烈、しかし内村よく取った。ゲッツ、レッツゴー。ナイス、内村最高の守備だ。完全に抜けててもおかしくないけどね。素晴らしいプレーがあった。守備に助けられたね。今日の横浜は本当すごい。セカンドゴロに倒れています。ちょっとね、セカンド梶谷という起用法には疑問、はてなマークが浮かびましたが、それ以外は完璧だ。援護もあり、援護もあり、守備もあり、好守備もあり、最高の試合となってますね。覚悟が違うね。さすがにね、今日勝てなかったら4月未勝利のまま終わるわけですからね。それだけは避けねば。この打球はよし、梶谷にとってレッツゴー。ナイス、ゼロで抑えました。6回も
はい、これで QS 達成ですね。もちろんこの後打たれたらなくなりますけど、開幕5試合連続 QS、 HQS も達成していかないとね。先ほど言った通りまだ HQS というのは今季達成してないですから。で、男気3打席目打率は1割、もう1本欲しいな。今日凡退するにしても2打席目の内容を見たらね、もう1本出ても十分におかしくないと思う。てか打てる、俺打つ、タイロン打つ、よろしく。フォークボール、ドゥーボール、ボール先行です。ガンマンガン、カンミョン、そこで負けてくる。センスがいい。そのセンスに脱帽と脱毛うわー、遅くチェンジ、タイミング合ってない。嘘ですやん。うわー、流した打球は、これも捉えている。前に飛んでないだけで捉えている。あの切り傷ミートよく打てるねよっしゃ、7回表のマウンドになります。先頭バッターは和田のハゲさん。ここまでハゲ対決は2打席連続ミノさんで、男気に軍配が上がっている。やはり若干ハゲの方が強いということですね。はっ、これだけはいきなり、あーよかった、初球打ち、ハゲの底力を見せられた。さすが和田さんと言っておこう。初球打った打球はヒヤッとするだけではありましたが、センターフライ。これでも助かったね、初球で抑えられて。怖いバッターだった。よしよしよし、これも抑えて、はい、2球で5番6番抑えました超エコピッチングですわ。エコというか、なんというか、ありがたいね、ここまで凡退してきてくれるっていうのは。ふう、いいと。とりあえずこのあと1人抑えれば HQS 達成、今季初の完封勝利もあるかもしれない。スタミナも考えれば十分にいけるな。ただ慌てずね、完封勝利欲しさのあまり、こうストライクでグイグイいったらダメなんだよ。あくまでもボールを混ぜながら、今までやってきたことをこれからもやっていくっていうことをね、意識していかないと。流しただけはファール、やらしいなお前は。荒木はやらしいよ。はい、どうだこの打球は。これも高めだな。ツーシーム行こう、高めツーシーム。1球外すという意味でもいいかもしれない。勝負に出る。この打球はこれも流してファール。何球粘られとんねん、嘘だろ。うわ、やらしいな、これ抑えられるか。流したら、これもファール、やべえ。荒木で何球粘られてる。これもボール、結構最悪だぞ。フォアボールだけは俺勘弁願いたいわ。これはどうだ、これもファール。何球目だよ。ど真ん中失投、結果的に三振だ。この長い戦いにピリオドを打ちました。結果的ゲームの仕様により三振ですね。ここは勝負したかったんですけど、とりあえず7回の表を抑えました。 HQS 達成だ。これで中畑監督がどのような、まだ行くね、8回行きますね。どこで変えるかだよ、男気を。完封で行くのか、それとも8回で変えるのか。孫がもうスタミナ球数、そして監督との相談ですが、ぜひ行きたいけどね。今季初勝利が完封勝利っていいじゃない。日本復帰初勝利が完封ですよ。逆に横浜疑問に思うけどね、他球団のファンは。なんでこの防御率でこれなの、なんで今まで勝ててこれなかったのってなっちゃうからね。全国に広がるよ。全国ニュースで黒田博樹が今季1勝目を挙げました。防御率は 2.70 になりました。全国の野球ファンはてなですよ。なんで防御率 2.0 なんでいかん、いきなりヒットを打たれた。お前が盗塁もあるぞ。ちょっとここも勝負になるね。ペラペラ喋ってるうちに打たれて、これは追いついて、アウト。田村取ってツーアウト、アウト。ベースボール発動と来るなよ。ここでベースボール発動は勘弁願いたいからな。頼むから来るなよ。来そうで怖いんだよ。大島、先ほどもいらっしゃがよく打たれてるイメージ。ここはどうだ、内野安打ダメよ。よーし、ナイス。俊足大島を刺して、ナイス。この回も無事抑えました。どうだ9回、あ、行くね。ロペスのソロホームランで4点です。ありがとう。これはもう余裕でいきますね。はい、男気完封勝利、今季初勝利をかけた。あとは3人でございます。3人ぶった切っていくぜ。4点あれは十分だ。ここからの大炎上はないだろう。初球スライダー投げて、三遊間、いきなりルナにヒット。いきなりルナにヒット、ダメなんだよ、打たれちゃう。
今日平田は結果的に抑えてきてるがいい打球を打たれてるからな。インコース決めてきた。よし。甘くならないようにきっちり投げたいですよ。落ちるボールはこれは外れています。ローゼ。スライダー打ってファール。怖いぞこれ。もうなんで振らないの。絶対振るやん。逃げずに勝負球でいった方が。よし三振。よーし三振で盗塁か。よしよし。あ、ファールかい。ええ、セーフかい。嘘んだろ。はあ、もう決められた。嘘んだろ。今のセーフかよ。ここで和田のハゲさん。まずは変化球。ハゲさんの和田さん。あ、違うな、逆だな。今ハゲの和田さんだ。和田さんのハゲさん言ったね。怖い怖い。流した打球はファール。うわー、スライダー打ってこないのか。おい、あ、取って取って、ナイス、内村よく取ってくれた。これでランナー三塁に進塁だが、ツーアウト。ふっふっふ、あと一人。みんな今季初勝利まであと一人。完封勝利が抑えたい。絶対に森野を抑える。得点圏打率はリーグ6位。新井さんがすごいことになってるけどね。やばいな。初球はスライダー投げて、よっしゃー、完封勝利。オーケー、男気5試合目にしてようやく勝利を挙げることができましたね。もう本当に厳しかったけどね。オーケー、はあ、もう今日は男気勝ちですよ。気持ちのいい試合になりましたね。最後までちょっとハラハラドキドキという試合ではございましたが、よかった。本当に良かった。もう良かった以外の言葉が見つからないね。はい、今日の成績見ていきましょう。野手陣の援護もあり4点でしたね。今日は久々初めて援護がありましたよ。で、男気は9回投げて打者30、球数8、打者33人に対して球数は107球、被安打6、三振が7個、与えたフォアボールは1つで、防御率は 2.08、 完封勝利&今季初勝利と今季初勝利が完封勝利、非常に気持ちがいい。これで1勝2敗ですよ。 OK、 本当にここまでねちょっとイライラしてたんですけどね、あまりにも勝てなかったから、こんなにね、こんなに勝てないというのはいかがなものかと思うんですけどね。また中日戦ですか。 OKOK、 分かりました。またもね、中日戦2試合連続中日相手完封、いいんじゃないでしょうかね。なんでこんな中日にぶつかるのかよく分かんないけど。